助産院バブバブ助産師のひさこです。大家族10人分のお昼ご飯です。今日はマー君も一緒に作ってもらおうかなと思ってます。マー君、はい、はい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 、行き過ぎ、はい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 、料理やりましょう、やりましょう、2回目ですね。できる？できるよ、うん、前回やったらめっちゃ楽しかったんで。今日何作るって？今日はね、うん、本当はパスタをしたかったんだけど、パスタ、はいはい、パスタがなかったので、ないそうめん、そうめんめっちゃ細い、大丈夫？そう、時短だね、時短、うん、だってそうめん細いね、すぐに茹で上がるんで。なるほど。そうめん、パスタの代わりにそうめんを使って、で、粉のスープの素、ね、粉末のこれがたくさん余ってたので、はい、粉末スープの素、コンクリーム、はい、とポタージュと両方合わせて、これでなんちゃってカルボナーラ的そうめん、なんちゃってカルボナーラ的そうめん的なやつ。めっちゃ楽しみや。もうどこまでもすごいアバウトなの、ま、何を作られようと私はしっかりサポートさせていただきますので、はい、ということで、はい、作っていきたいと思います。ビシバシお伝えください。さあ、はい、どうぞ。はい、えいえい、おう、頑張らんでええです、適当でええです。 Give my life color You give my life color 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 You give my life color。よし、はい、じゃあまず、ニンニク。今日ちなみにあのカメラマン、新しいカメラマンをお呼びしまして、カメラマンさん、カメラマンよろしくお願いします。よろしくお願いします。あのお名前教えていただいてもいいですか？ノノです。ノンちゃんがカメラマンデビュー、頑張れ頑張れ、うん、ブラしたらあかんで、うん、見にくくなるからな、ちゃんと給料払うから頑張りや、うん、よし。さあニンニク、はい、お願いします。とりあえず私いつもニンニクが大好きなので、うん、めっちゃ入れます、うん、めっちゃ入れます。玉ねぎね、玉ねぎ、はい、玉ねぎも、はい、玉ねぎどうしようかな、薄切りにしようかな。ニンニクの皮剥きはもう得意なのね。そんなにやってないよ、前回の修行で。修行で、うん、はい、玉ねぎ薄切りして、うん、違う、これみじん切りするから。玉ねぎ薄切りします。薄切りしてここに入れていってください、はい、玉ねぎ薄切りします。はい、はい、お願いします。せーの、でもあのゆっくりでいいからね、丁寧に。デビュー2回目にしてはいいよね。あの料理は私が担当やでな。そうで、洗濯はもう完全にマークが担当なんです。洗濯、洗濯って洗濯しかしてないみたいに。あ、ゴミ捨てもマークやな。ゴミ捨てもマーク、ハメの餌取りもマークやな。保育園の送り迎え、保育園の子供たちのお風呂を入れ、あ、そうやな、子供のお風呂入れやってくれて、これどこ入れ、ここ入れ、そこに、はい、料理はもう私が好きで得意だから、うん、もう完全に分業してるのよね。分業分業、どう、のんちゃん、僕のみじん切りどう、なんか同じ場所さ、同じ場所ずっと切ってる、でしょでしょでしょ、どう、あんまり薄切りになってないで、見てみこれとか、うん、これ全然薄切りなんだ、中にはこういうのもあるよ。ゆっくりゆっくり切った方がいいと思うよ、ママみたいに。なあ、もうちょっとゆっくりな。ベーコン、はい、1センチくらいの、はい、はい、しめじ、しめじ、しめじ、はい、しめじ、しめじ、石突き取ります。ベーコンさん切らせていただきます、よろしくお願いします、はい、1センチでいいですか？1センチ、はい、1センチぐらいで、はい、まあ、1ミリにこだわれへんわ、料理はこだわらない、レストランじゃないからね。あ、レストランこだわってる、レストランこだわってる、いい、これ入れる、こう、これそこに全部入れて、ハムも切りました、入れます。ハムじゃないです、ベーコン、ベーコンです。楽しいな、なんか二人で制作するって、制作、いや僕絵描いたり、僕も絵描いたり、物作ったりするの好きやろ、うん、だからこういう制作、材料を集めてそれを作っていくっていうのが楽しいな、やっぱ楽しいな、うん、俺のオリーブを入れます、今日は入れさせて、はいはい、どのぐらい入れたらいいかな、はい、入れます、はい、塩コショウ、量はどのぐらいですか、え、塩コショウの量や、適当、適当。これはやっぱ測る、本当は測るんやろね、そうやろな、で、はい、じゃあこっちもお湯沸いたんで、はい、そうめん、そうめん入れましょう、これ、帯をつけたまま。
これは外しましょう。はい、次。これ、焦げるで。まずとかないと。はいはいはい。料理は丁寧にしないね。丁寧、正直、親切、真心を持って、愛を持って炒める、それが美味しい料理を作る秘訣でございます。そうです、丁寧、実に丁寧、真心、愛を持ってかき混ぜる、かき混ぜるって言えへん、炒める。はい、今日撮影してみてどうですか？楽しい。でもさ、そうめん大体2分、2、3分に湯がいてとか書いてあるけど、測ってないからね。もう、わかんないからね。よし、大体いけるよ。大体いける。行きます。それは力仕事僕させてや。自分撮影して。このザルに来てください。はい、お願いします。いいよ。よし。はい、筋トレ。もういいから早くして、そうめん伸びんねん。入るかな、全部大丈夫かな。オッケー、よし、オッケー。はい、完璧な仕事ができて嬉しい。早くしましょう。ちょっと鍋そこに置いて、はい、そこに、はい、もう一回戻してください。ここに戻そう。鍋に、はい、戻してください。よっしゃ、よっしゃ、戻しました。オッケー。戻しの風は重装備。何言ってるか分からない何言ってるか全然分からない。はい、この次は10人前なんで10杯お水入れて、10杯、1、2、3、4、5。あ、多すぎるわ。もう溢れてるやん。10ですよ。もういいです、いいです。はい、もうちょっと減らしましょう。はい、はい、それぐらいでいいです。これは火にかける。はい、火にかけます。何のためのお湯ですか？スープの素を溶いて、はいはい、スープを作ります。あ、スープの素を作る、うん、10人前だから、あのちょうどバッチリのお湯の量でいこうかなと思ったけど、はい、パスタなんで、はい、パスタっていうかそうめん、ね、そうめんパスタ、ちょっと濃いめの方がいいかなと思ったら、はい、少し減らしました。はい、丁寧に早く、丁寧に早く、丁寧に早く、ボケってやっとったら誰かで止まってか。はい、でもこれまだ沸いてないけど入れちゃえ。はい、どうだ。何の素？スープの素。コーンスープ、コタオブとコーンスープ両方混ぜちゃいます。とりあえずしなくていいです。いや、何やってる。ここ置いてる。はい、混ぜます。で、はい、とろけるチーズ、はい、はい、ドーン、ドーン、どんどん美味しくなる食材が入っていきます、投入されます。はい、のんちゃん味見。ええー、なー、一番に味見できて。どう？はい、完成。完成。ちょっと、久々、僕も味見一緒にやってんねんから、僕も味見しよう。よかったね。味見。おー、どうですか？めちゃめちゃうまいやん、これ。何？簡単やね、ほんで。もうできる。青そこがね、何でも使える。洋風でも。お茶碗3つ目。お茶碗3つ目。チーズ。それぞれの素材が働いてくれたはず。いや、ほんま簡単やね、これ。めちゃめちゃ簡単。すぐできたら。で、これパスタを使わずにそうめんでやるから予約時間も短いやん。ああ、そういうことか。いやいや、ちさ子が時間のないママに伝授してあげたい美味しくて時短できる簡単料理。完成なんだけど、ちょっと待って。はい、どうした？まあ、美味しそうなんやけど、うん、もう一回いこうよ。どうすんの？パラ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 ー、コーンだー。これだけで色合いが全然変わってくるでしょ。すごい。これで美味しそうに見える。もうちょっとしたことないの。めちゃくちゃうまそうに見えるやん。はい、これでほんまに完成でーす。すごい。はい、見
事完成しましたね。できました。粉末スープの素で作るそうめんのカルボナーラ風なんちゃって、なんちゃってなんだこのメニュー、カルボナーラ。はいはい、完成です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。やっぱり久子と一緒に料理しても最高です。これからもよろしくお願いします。最高です。あー楽しかった。さあみんなに喋ってもらおう。はい、はい、12人の助産師したことマーチの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、おまけのコーナーです。上がりました。なんで余ったの？あのね、中学生って、うん、ほんまに起きないよね。起きないな。ちっちゃい子ってさ、むっちゃ早朝からママ起きてとか言って起きるのに、もう年齢とともに起きなくなるの。もう中学生、高校生で果てしなく起きないよね。なんでこんなに寝れるかっていうぐらい寝れるんですよ。中学生が起きてこなくて、お昼に起きてきて、いらーんって言われてなりました。こんなんばっかりで、ここでめげてたらね、あかんからね。さすがに。せっかくこれ余ったんで、どうすんの？これアレンジしちゃおうかなと思います。アレンジできんの？アレンジして、これちょっと晩ご飯の一品にしちゃいたいなと思います。ちなみにですね、うん、そうめんでやったカルボナーラは、これ言ってそうめんなんでね、これパスタでやればね、大丈夫なんだけど、そうめんだから、どうしても時間が経つと固まっちゃうんですよ。固まっちゃうし、で水分吸っちゃうから、そうめん細いから水分吸いやすいんで、パスタよりも、スパゲッティよりも。だからこうベチャっとしちゃって、もう時間経つと食べれなくなるんですよ。でこれそうめん、私今日、ほんまはスパゲッティで入れたかったの。でも、あのそうめんでやったからね、そういうなかったよな。もしあったら皆さんのスパゲッティでやってもらった方がいいと思います。で、まあ、余ったから、でそうめんだから。これあのアレンジして、これあの離乳食の後期食にもおすすめのレシピです。よし、いくぞ。小麦粉、結構簡単にできるの。できる、で、これちょっとあのもう潰していきますね、これね。潰す、うん、生まれ変わるんや、うん、今思いついた思いついた今思いついた。こうやったらリメイクできるなと思って、これで小麦粉まぶして、あの焼いたらまとまりやすい。まとまバラバラになる。ああそういうこと。小麦粉の膜を貼ってあげる。ああそういうこと、うん。手に取りました。久子手に取りました。おにぎりを作るんですか。おやきみたいな感じで。あ、おやき。そう。じゃあ焼いていきます。焼いていきます。ちょっとパリッと仕上げたいので。うん、強火よりぐらいで、だからそうめんのチヂミみたいな。ああ、チヂミな。中身そうめんやからな。はい、炒める。あれ？こんな味やろ。どんな味やろ。熱いよ。あと。うん、パリパリ。うまい。パリパリ。うまいや。うまいや。こんなんなるんや。リメイクされましたね。すごい、うん。こういうアレンジを日々やってるいうことやね。うん。裏側やね。食材無駄にしない。うん。いや、本当に生まれ変わるもんやね。そう、そうめんのカルボナーラ的なやつのチヂミ的なやつにアレンジできました。料理って深いし、ますます面白い。子供喜ぶと思うんで、喜ぶ。これめっちゃ、うん、いけると思いますので、ああああ、まあ、皆さんもね、やっと思ったらいいね、うん、アレンジって考えなくても、これだけで、これメインで作ってもいいかなと思います。ほんまや、ほんまや、うん、はい、はい、ぜひやってみてください。はい、ではでは、はい、おまけでした。おまけ。